皆さんこんにちは。日照府のコミュニケーションレストランココロからお送りいたします、ココロズキッチン、クッキングエンターテイナーの大西哲也です。今日もよろしくお願いいたします。ココロズキッチン、今日ね、お髪切ってきた。いや、そうなんですよ、うん、いきなり痩せたなと思って。そう、痩せたんじゃないか。髪減っただけだから、スマート、はい、というわけでですね、はい、さっぱりした、はい、大西哲也がお送りしてまいります。今日はさっぱりした、ピクルス、お、はい、野菜もね、いい季節になってきましたね。今日はあの洋風の、はい、あのピクルスの液を作っていこうと思います。ココロズキッチン、はい、使う材料はですね、まずピクルス液の材料、こちらです。まずおなじみラッキョウ酢、はい、おなじみ、測ったら 400cc ありました。それと白ワイン、ラッキョウ酢の半分ぐらいの量入れます。 200cc ぐらい今回は入れますね。で、白ワインビネガー、これはさらにその半分ぐらい、まあ、だから4対2対1ぐらいの割合で僕は今回使います。まあ、これだけでもまあ美味しいピクルスできるんですけど、スパイスを入れてやると、本格的になります。赤唐辛子3本、ローズマリー小さじ2杯ぐらい、これも同じぐらいですかね。ブラックペッパー粒のまま、ローリエ8枚ぐらいあるのかな。お好みでお好きなスパイス入れてもいいですから、ナツメグとか入れても美味しいし、カルダモンとかあとクミンとかね、だから結構ガッと入れてもいいですから、ちょっとだとあんまり分かんないんでガッと入れてください。ココロズキッチン。で、使うお野菜はね、今日は適当にうちに冷蔵庫に余ってるやつと、売ってて安かったやつとね、はい、人参とかね、大根とかきゅうりとか、セロリ、あとヤングコーン、はい、割と何でも作れますから、葉っぱのやつ以外ね、こういう硬いやつは大体ピクルスいけますんで合うと思いますんで、ね、彩りもいいしやってみましょう。ココロズキッチン。まずはね、野菜を切っていこうかな。適当にも僕はね、こう三角にね、食べやすい一口サイズに切ってやるのが好きですね。スティックじゃないですね、うん、まあスティックにしてもいいですよ。僕はこんなんで、爪楊枝でね、ピッピッてつまみながら食べるのが好きだから、大体こんな感じにします。で、こうやって、ね、いい感じに切ったら、このボウルとかにね入れてきます。まあ、ヤングコーンでもあんまりね、ちっちゃくても面白くないから、そうですね、まあ、こんなもんでいいんじゃないか。セロリ、こう下の方はね、こうちょっとピラで筋取ってやるといいです。苦いんですか。硬い、硬い、口に残るんだよ。でもこうやってさ、もうどんどん、ほら、なんかもう楽しい。人参もさ、こんな感じで、三角、これはね、三角好きだから。三角好き。きゅうりは、粗塩がいいんだけど、粗くないやつしかないや。まあいいや、粗くなくてもいいから、お塩をさ、おまぶして、こう板ずりっていうんだ、この作業。まな板で塩、粗塩でこうゴリゴリ揉んでやる。まず皮の、痛いボイボが取れる、塩味がつく、きゅうりの臭みが取れる、板ずっていく、こうやってさ、端っこ落とすべさ普段からそんな言いますべさ。いや、べさは言うよ。で、こう三角に切っていく、ね、それ板ずりした後はね、塩ちょっと軽く落としてさ、はい、野菜が、はい、切れました。切れましたね。で、こんなにここにしすぎな、ちょっと分ける。ココロズキッチン。で、こうですね、お鍋にこれ入れていく。ラッキョウ酢と白ワインと白ワインビネガーと、スパイスもこれジャーッと、あ、もうザッと、うん、ザッと入れちゃう。あ、火かけるんですか。そう、火かける。そうなんだ、うん、白ワインのアルコール分も飛ばさないといけないし、で、こうやって煮出すことでまたスパイスの中のこう精油成分をこう出していく。酢も飛ぶから、火にかけてたら、なんでお好みの味にこの飛ばし具合で調整するんだよね。白ワインのアルコールを飛ばす、スパイスの、香りを移す、味を調整する、はい、これを火にかけながらやります、うん、で、まあ、しばらく煮て熱々のままかける、それだけ。ココロズキッチン。こうやってクツクツ煮立ってきたでしょ。匂いすごいですね。で、そうこのまま普通のあれだったら酸っぱすぎるんだよね。で、俺のピクルスは割と甘めです。そう、甘さがポイント、お子様でも食べられる。ピクルスってさピクルスってさ、はい、酸っぱいの多いじゃん。そうですね。結構きついなみたいなさ、ああいうピクルスって苦手な人多いんだよね。なるほど。そう、俺のはこう酸味よりもこう甘みが効いてるピクルスだから。で、こうやってそう酢の匂いが鼻にくるっていうことは、そう酢の成分が飛んでるっていうことだから、それを調整する。沸騰させちゃっていいですね。沸騰させちゃっていい。すごい、すごい、そう染みる。好みでだね。俺は5分ぐらいかな、煮立たせるの。はい。で、
まあ、酢の風味も飛んでこうアルコールのね匂いとかもあのアルコールってこう嗅いで風味確認して、で沸騰したやつをこの野菜にかける、そのままジュそうですよね、まあ、さっきの分量だとこの1個分でも足りないぐらい、ね、うん、あ、いやちょうどいいぐらいだ、あ、これでちょうどいいぐらいね、こうやって浸してもうあとはこのままねあの置いとけば完成です。冷やす一応粗熱取ってね、なんで熱々のまま液入れるのかっていうと、まずこうちょっとだけこう野菜にね熱を与えてやることによって味が染みやすくなるっていうのと、あとはあの殺菌ですね、そこであのちゃんと殺菌した液をつけてやることで、長持ちするようになります。まあ一旦落としラップしてやったらね、でこのまま粗熱取って冷蔵庫 で3日目ぐらいから美味しいかな、まあ一晩でもいいんだけどね、まあちょっとつけながらやってみてください。そう、はい、ココクロズキッチン、しばらくつからさったものがつからさるなかなか、うん、ハイテクだね、つからさったものがはい、こちらです。はい、お店で出てます、ね、自家製ピクルス、はい、これは結構1ヶ月ぐらいつからさった、あ、そんなに置いてても大丈夫ですか、大丈夫です、ね、酸っぱいんでしょこれ、さあどうかな、お、おいしい、ありがとうございます、おいしい、はい、お漬物、どうぞどうぞ他のものも召し上がってください、パプリカね、うん、うわパプリカうまいな、うん、おいしい、お店のピクルスもあるんですよお店で出しますか、セロリうまっ、おいしいでしょ、セロリがうまい、うん、はい、優勝ですね、優勝、はい、優勝はセロリ、優勝はセロリおめでとうということでね、これ長持ちもするし、はい、ぜひとも、あ、自分にも、ご機嫌うまい、ご機嫌うまい、ということで今日もお送りしてまいりました、西調布コミュニケーションレストランココクロ、クッキングエンターテイナー大西哲也がお送りするココクロズキッチン、今日は自家製ピクルスお送りしました、ご自宅でもぜひやってみてください、どうもありがとうございました、ありがとうございました。